1988年の近鉄バファローズでは、1988年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、大木明監督の1年目のシーズンである。岡本勇前監督の辞任を受け、長くヘッドコーチを務めた大木明がこの年から監督に就任。チームは4月を11勝7敗とまずまずのスタートを。 キルが4連覇を目指すセ部ブも開幕から好調です。それを追いかける展開。その最中四4番のリチャード・デイビスが大魔所持で6月7日に逮捕され、打線の大黒柱を失ったチームはこの月を7勝9敗と、負けコスト7月も7勝6敗1分で、なかなかセ部ブとの差を縮めることができず後半戦を開幕。デイビスに代わって入団したラルフ・ブライアントと,とバリバリの 大リーガーベン・オグリビーの活躍で8月に14勝8敗と、勝ち越し、9月も10勝7敗と勝ち越して徐々に、セーブとの差を詰めた。10月は、B クラスへの取りこぼしもあったが12勝5敗と大きく、勝ち越し、2位ながらも近鉄に、マジックが点灯。リーグ優勝がかかったロッテとのダブルヘッダー、10.19は、第一試合に引退を決意していた。 梨田正隆の勝ち越しタイムリーで4対3で勝利するが続く第2試合はリリーフの穴見の秀幸がロッテの高沢秀明に同点本塁打を浴び最後は羽田光一が併殺打で終戦最終戦で力尽きて2位に終わったが10.19の雪辱が翌年の10.12につながり9年ぶりのリーグ優勝へとつながった 投手陣は2年目の阿波ヤをはじめ、山崎慎太郎、小野和義ら5人が2桁勝利を挙げる活躍で、チーム防御率3.23は、日本ハムに次ぐ2位。打撃陣は、ブライアント・オグリビーラの活躍で、リーグ3位の154本塁打を記録したが、チーム打率は、253のリーグ5位に終わった。ありがとうございます。